ブマッチの優勝予想。はい。バンタム級までやったんだっけ？フェザーまで。え、フェザーまでやった？フェザーの2位までやりました。あ、フェザーの2位まで。あ、そこそこそこ。あ、稲垣瑠衣君の優勝予想を俺がね、言ったの。そうです、うん、ね、うん、はい、で、ライト級だ。ライト級はい、かける読み上げて。はい、うん、ライト級上から。ライト級加藤ジム、渡辺ライル選手、うん、吹雪ジム、伊藤力選手、K スタイル、中林陸羽選手、カナラージム、カニ・キョウジ選手、 K スタイル、相馬明人選手、うん、欠場は、うん、欠場、うん、もう言っちゃっていいですか？あ、いい、あ、言われてます、うん、カナラージム、望月ひなの選手、吹雪ジム、鳥居カナダ選手、加藤ジム、甲島正人選手、吹雪ジム、野畑若選手、 JK トライブ、市野ひろと選手、K&F、養老、細川優衣選手、うん、はい、以上です。はい、まず、一番上の渡辺ライル選手は11月に、牧島愛知の深津智樹選手に、記録勝ちしている。だからすごい実力ある選手です。で、それから望月ひなの強いよね。11月に、2戦行って2試合とも勝ったんだよね。もうひなのって言ったらムームと並んで、はい、ね、看板選手、神奈川の、うん、それからの神奈川君もまた2試合やってくれる。ああ、結構強かった。あ、そうだね、甲島正人、うん、そうだね。それから野畑若選手は11月だったっけ、12月だったっけ、初勝利したんだよね、ブリッジで。あ、そうですね。そうだよね、うん。あと、自分で言うこのカニ教授、カニ教授の印象的。ああ、うん、そう、そんな強くないんだけど。お疲れ。じゃん帰ったね、15号太郎が。はい。だね、これはね、難しいね。あの、上がってくるのは、渡辺ライル君と平野かなと。あ、だけど、あ、そうか、こう上のブロックでライル君、下のブロックで平野で、決勝がこの2人になるかなという予想です。うん、勝智を KO したからね、このライル君、この2人かなと、自分的には。あと、そう、紹介しようと思ってた、この K&F 養老、これは、あの、元ホーストカップの、ね、あの、チャンピオンの、溝口貴子、今、会長ですね。うん。昨日ちょっとね、LINE も来て、で、育てて、ブリッジに出しますと。うん。ちょっと、前編で、フライ級で、もう一人出るんだよね、養老から。そう、溝口太郎のチャンピオンのジムです。これ初出場で。これもちょっとね、楽しみですね。はい。さあ、どうでしょうか。ひなって優勝してないの？確か準優勝。あ、そうなんだ。どういくかなっていう
感じだけど、まあやっぱりカナロアの圧勝じゃ面白くないから、うん、このライロ君に期待したいと思います。加藤ジムさん、グローブマッチは初参戦じゃないかな、多分。あ、そう、うん、うん、多分ね、多分。だからもう前回カナロアのもう圧勝だったんで、今回はそれじゃ面白くないから、このライロ君、ブリッジでもね活躍してくれてるからを僕は言ってきます。多分決勝はこの2人だと、うん、なん、うん、昨日ほんとからラムは LINE 来たんだよね、あの優勝予想を見て、で、あのちょっとほのかからご意見いろいろ、うん、ありました、来た来た、うん、ここはこれですみたいな、これ言うとちょっと面白くないから、そう、ほのかから多分ね、これも見ると思うさあ、ライト級、さあ読み上げてください。ライト級2の方、はい、大震災でやべえ好きな選手、キックボクシング、スペランザ、今井レオ選手、 JK トライブ、渡辺美波選手、大震災には健人選手、カナラジム、早川柚木選手、ブリッツ、武藤龍我選手、 JK トライブ、江端光我選手、ブリッツ、富田晴真選手、カナラジム、水野美斗選手、ブリッツ、伊藤沙羅選手、鈴木ジム、奈良木、エムル選手、カナラジム、林千住選手、以上です。はい、ここはどう、この林千住選手と、これって見たことない、ない、名前の覚えがあって、グローブマッチで見てるだけかな、うん、あと、ちょっと去年の11月、10月ぐらいまではブリッジで出てる選手をなんかこう辿っていくことはできるんだけど、ちょっとだいぶ前になんかね、ちょっと覚えがない選手もいて、うん、もし参戦してる選手がいたら申し訳ないんですけど、ここ数ヶ月の大会では出てない選手だろうね、もし出てる選手がいたとしたら、どうなってね、ちょっと難しいな。ブリッツのジム、ブリッツの選手もね、結構強い選手が多いんだよね。うん、ここはどういきましょうか。うん、修徳会さんも強いよね。修徳会、大丈夫か、あ、大丈夫か、リュウクだ。あー、はい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 、あの、大きい、そう、どうしようかな、ブリッツはジュニアあんま出てない、あんま、ここはね、ちょっと どうしようかな、わかんないけど、この中では一番名前で印象がある林千住選手
この子に行ってみようかな。うん。まあ優勝を狙ってくるかな。ライトはね、正直まずまあそこまで期待しない方がいいから、でもどうかな、入賞、うん、ライト行っておこうか。うん、
ライフ行っとこうか。ちょっとお父さん、じゃお父さんお母さんの応援がすごいから頑張るんじゃないかな。カムレット宮本優斗選手、はい、以上です。いやもうこれはもうダントツだと思うけどねえって思うでしょ、パッと見て。うーん、他ねえ、これとこれ決勝だったら、うーん、いや多分ケンキは KO で勝つかKO で負けるか。ただ圧力あるから、あのパンチでパカパワッといくパワーでいく、このなんだろう、プレッシャーかけて前出てくるでしょ。これが結構このグローブマッチではポイントになるもんね。下向いてパカパワッと、あのやっぱりメタルールじゃないから頭を下げようが何しようがプレッシャーで前に行くっていうことだよね。場外出る回数が多かったら判定負けになっちゃうね、うん、っていう意味で言うと、まあ元気強いと思うけど、見ててこの 1,2,3,4 回かけていかんでしょ。ちょっとスタミナがきついかなって思う、元気のスタイルだとね。結構きついかなと思って、多分ね、ウェルター級では元気は学年としては小さい方になるんじゃないかな。だから、あの多分年上が多いんじゃないか、ちょっと今これ見えないから分かんない、ちょっとだと思うから、どうしてもやっぱりテクニックのある選手が後半上がってくる、そうトーナメントではね、有利有利だよこれはもうだって、うん、そうそう、有利。11月も2勝してるのね俺。あ、トーマと引き分けたんだ。そうですね、トーマと引き分けたんだ、うん、どうかな。この間のひなの有利ってなると、さあどっちが実力者かなとか思うじゃん。ムム、ユーリ、それは平野。まあここで多分ほのかさんの意見が出てくると思いますが、意外と肝心なところで落とすかな、ユーリ。あ、そうなんだ。ちょっと一歩行けるか行けないか。ムムは行くけど、
一歩いけない選手かな。ここで行くかどうかだろうね。どうかな。で、この全くノーマークがグンと出てくるかもしれないからね。まあ、この加藤ジムとか、あと、そうだね、この空手系の名前のところって、急にグンと出てきそうだよな。大神会、剣王塾とか、そう、習得会とか、この辺がこういうグローブマッチだと、グンと出てくるときあるよね、ノーマークが。心身感もそうだし。だけど、ここは、やっぱりブリッジで見てるっていう部分で、こう、ぐっ一歩、上行ってほしいから、そういうものも込めて、やっぱりここはやっぱりパッと見たときに、有利かなって思う。だよね。ちょっと、やっぱ俺が予想するとなると、そうだね、もう一歩、ここで、多分ほのかからは多分もう優勝は当たり前っていうプレッシャーかけられてると思う、うんうん、だからここで一歩行くか行かないかっていう部分で今有利には守ってほしいから、うん、あ、でもこれでもね、本当はこの元気が上がってきたかもしれないよね、うん、盛り上げてくれてるからね、ピッチ、有利と元気の決勝をこうちょっと願って元気くんこれあれだよ、タイだったらもうなんちゅうの大穴とかで、ね、多分ものすごい元気が首相撲をやられながらパンチでバーッと盛り上がるみたいな、そんな試合かな。さあラスト緑球、うん、カナラージム、グライシオン選手、大神会、渡辺壮太選手、JK トライブ、中村かなた選手、大神会、三輪昴生選手、大神会、足立優真選手、以上です。はい。さあ、これ難しいな。まあ、グライシオンだよね、この、この中で。印象あるのは、でもなんかこのグローブマッチの重量級ってこういう空手系の選手がなんか大きい子がいるからか知らないけど上がってくること多いよね。足立君だと強かった気が。そうだね。見覚えは。名前で。シオンはどうだった？シオン。ブリッジも出てるよね。出てるよね。だから男の子の中に女の子一人っていうのは結構きついじゃないかなと。そうそう、結構これは、あ、でも2回勝てばいいか。そうそう、これで3回。え、これそうか、1回戦、まあ1回戦と2回戦なんだけど、勝って1回戦勝ったらもう決勝。ああ、そうか。そっか。となるとこれあれだよね1回戦やった方がエンジンかかるって言うけど、これも1回勝って決勝っていう気持ちだと強いよね、これ。3回か4回ぐらいだったら、まあ、この辺でしんどいけど、ここからエンジンかかってくる、ここでエンジンかけた方がパン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 って感じだけど、もう1回やったら終わりっていうふうだから、気持ち的に楽だよね、これ。だからどっちかっていうと、シードの方が得かな、2回の場合は。だと思うんですよ。うん、3回4回はこうやっぱりだんだんテンション上がってて、怪我がなければね、長いとあれ、温まってるからね。これはもう
それは少ない方が得かな。でも、もうそうだな、ウェルター級を有利予想しちゃったから、これはちょっとカナルワ以外でいこうかな。ジェイミー・ドライブもね、なかなかいい選手いるんだよね。このブリッジではこの間ちょっと勝てなかったけど、グローブマッチだと結構ね、いい選手、グローブマッチだと結構目立つ選手がいるからね。ちょっとこの辺わかんないから大新海さんとか、これはこの中村君でいこうかな。はい、はい、決まりました。ということで、ライト級1、まず、僕の予想がライト級1トーナメントが優勝が加藤ジム渡辺ライル君、武尊がライト級1ですね。うん、1、望月ひなの選手、ひなのか。そしてライト級2、これが、林千住選手だね、僕は。はい、矢部月菜選手、大臣さん、うん、これ言ったね、これ噛んだよな、これ。ライト級3、ここはもううちの選手をもうかけます。はい、河村ライト。はい、だけるが竹越レオ選手、うん、竹越、あの NJK の竹越選手ですね、これ ね。はい、そしてウェルタ、これはもう徳永優里選手。はい、松浦健二選手。ああ、これが面白いね健二ったらすごいよ、これ、はい、で、ミドル級、これはもうね、杉浦兄弟のジム、JK ドライブ、中村カナダ選手。はい、これは耐震会の足立優馬選手。はい、以上です。ブリッジに出てる選手とか、過去に出てたことある選手とか、まあ今、今、パッパッと本当に何も、復習っていうか、過去の成績とか辿らずに自分の記憶の中でちょっと、パッと出てくる選手と、あとそうでない選手もいるので、初出場とか、ちょっと偏っちゃってる部分もありますが、まあそれでも優勝予想した方が多分他の選手たちには火がつくと思うんで、で僕たちの会話の中で印象にあるとかないとかで、なんとなくこれ見ると、あ、この選手大したことないのかなとかって思っちゃうかもしれないね。そういうところがまたちょっと面白いから、ブリッジの中での記憶で今僕とタケルの会話を聞いて、なんとなく対戦相手で名前出てくる選手がいたとしたら、なんとなくちょっと気持ちの中で、うん、試合やる前に入ってくる情報っていう部分で、名前がないならないで、あ、その大したことないのかなとかって思っちゃうかもしれないし、はい、ちょっと、選手たちをかき回すような感じで、はい、なんで、この予想を聞いて、いやいや、俺が優勝するよって思ってください。はい、非常に、あさって、はい、はい、楽しみです。はい、なんで、まあ、内容、まあ、僕とタケルがお金かけるわけじゃないです。ただ予想して、はい、当たった当たらないの話なんで、また結果というか結果報告と感想の動画も、大会後の月曜日に配信したいと思いますので、そちらもお楽しみください。はい。
ということで、いよいよあさって、ジュニアグローブマッチ開催です。はい、我々の、まあ、勝手な優勝予想でした。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。今日の自分より明日の自分、自分の今を乗り越えていこう。人生をゲットオーバー。